皆様、こんにちは。東インド尖閣歴史線古琉球の第37回でございます。東インド尖閣歴史線としてはもっとたくさんになってますけど、古琉球の話を始めてからもう37回になってしまいました。いやー、次々にね、いろいろ出てくるんですよ。まあこれはね、いろいろ私が見つけることができているわけは私の能力だけじゃないんですね。左翼の先生方がいろいろ嘘ついてきたんで、簡単にひっくり返しちゃうことができちゃうわけですよ。そのおかげでね、いっぱいね、もう無人の矢を行くがごとく次々にね、切り捨てていくことができてしまう。本来的にはしっかり研究が行われていれば、そんなのはね、私ごときができることじゃなかったはずなんですね。で、まあその本日は材料とするのは八重山日報令和3年5月2日日曜日、ショーチャイナと大世界談話連載の第72回、琉球宰相は唐人にあらず、沖永良部の硫黄の力と題しまして、お話をしたものを、材料といたします。沖永良部、今では田舎ですから、何ですよね。ところが歴史的にもすごく大きかったっていう話はあんまりなかったんですよね。一応沖永良部の歴史の中では、与野主という大きな王様が14世紀1300年代の末頃にいたと。なんでそれがわかるかっていうと、昭和史、琉球大王昭和史のに、滅ぼされたっていうようなですね、北山王が滅ぼされ、そういうあたりが、それが1400年代の、まあ1410数年ぐらいのところですから、だから与野主が、沖永良部の統治をし始めた。与野主はその北山王の息子さんだってことなんで、その時代はだいたい1300年代末頃だろうってことが、まあだいたいわかるわけですよね。で、その後はってなると、あれなわけですよ。まあ、琉球王府時代になり、そこへ、つまり、沖永良部自身の権力はある程度、こう、制限されたような形となって、役人支配的な時代が、その後、薩摩の時代になっても、また役人支配的な時代になるわけですよ。ですから、大王の豪族の支配、英雄の時代、っていう沖永良部は、与野主がまあ、最後ではあるんですよね。最初で最後かっていうと、その前はあんまりわかんないわけですよ。そういう意味で、1300年代の末頃の沖永良部っていうのは、存在感は、沖永良部の縦軸で見ても大きいし、横で見ると、その、硫黄の輸出の時代ですから、硫黄を管理していたのが沖永良部なんですよ。それについて今日のお話ですけれども、ショーチャイナと大世界の72を材料に話します。洪武25年、1392年5月、公民実録、民国朝廷のまあ議事録的な、日録的なものですね、歴史書です。によれば、琉球国の民、サイコナという人物、何らかの沖縄側の言葉、サイコナっていう、言葉、まあセコナなんでしょうけど、後ほど言いますけれどもね、らが硫黄を採掘すべく、カランプへ渡航したと。カランプですけども、これがですね、まあ画集というふうに書いてあって、カランプに、あるいはカランプから、渡航したというようなことが書いてあるわけですね。画集カランプって書いてあるわけ、原文はですね。画集カランプはどこだったかな。あ、まあいいや、ね、でところが台湾から広東に漂流して、これは和人だ日本人だってことで南京に送られ、そこに琉球使節が来たので、一緒に帰国させたというわけですね。でそのそれと関連するのが、ちょっと後の、まあ、150年ぐらい後の1556年、民国鄭春光日本一貫によれば、硫黄取島は
硫黄が取れるわけですよね。硫黄火山の有名なわけです。硫黄取島は沖永良部の、西北側の島ですよ。沖永良部と徳之島の間ぐらいですね。皆さん Google 地図でもご覧ください。徳之島があって西南に沖永良部がある。徳之島が沖永良部の東北側にあるわけですよね。で、その徳之島の西側、沖永良部の西北側あたりに硫黄取島があるわけですよ。だいたい徳之島からの距離も、硫黄と、沖永良部からの距離も、等距離ぐらいなんですよね。ですから、どっち側の人里のある大きな島の側が、硫黄取島を管理するかっていう、当然大きな利権の問題に、なるわけですよね。で、1556年の日本一貫では、硫黄取島の属する本島として、カランプを出しているわけですね。これは明らかに、エラブですよね。カランプ、エラブ。徳之島じゃありませんよね。で、小畑淳さんの名著。小畑と読むんだそうで、私最初、小和田かと思ってたんですけどね。小畑淳さんの名著、中世南東通行貿易史。これはもう名著です。ほぼもう基本資料全部網羅しているような、早い時代の名著ですけどもね。の277ページ、旧版の277ページでは、かという字は、あの御者であろうと。さんずいは立身弁だろうと。で、あっていうのは、いとかえの転音だろうというふうに、判定してるんですけど、私の見るところはですね、そうじゃなくて、川の字ですね。河川の、かの川の字、渡河するのかの字は、伊藤さんのいの字とですね、伊藤博文のいの字と近似形なんですよ。これですけどもね。草書体だと近似形になります。これで書き間違えたんじゃないかなと私は考えます。だから、その誤射があって、それで転音という小畑さんの説ですと、まず誤射、それから転音という二重の移りが必要なんですが、私の見るところ、これは字形だけで、イランプであると。イラブ、すなわち選ぶ。イとエは、琉球方言では区別ありませんのでね。カランプはイランプなんだと。そういうふうに考えられる。で、だから日本一貫のはもう硫黄取島の属する本島って言うんだから、もうこれ明らかに選ぶですよね。カランプじゃなくて。で、その同じカランプっていう言い方が、このもっと早い、光明実録1392年5月、陰暦5月のところに、サイコナラが、カランプ、イラブ、から、あるいはイラブに船を出して、硫黄を採掘しようとしたんだと。そういう記録が、出てくるってわけですよね。で、このカランプ、イランプについては、後の記録にもたびたび出てきて、1664年の西暦のですね、張学良、支流球録、支流球記では、イランプと、伊藤博文の伊に藍色の藍、蘭の字ですね。で、不当の不、丘という字ですね。イランプ。で、1684年の奥州支流級蔵録、牧野にでは、やっぱり伊藤の伊でイランプ。それから、1721年、さっき今言った奥州支流級蔵録は1684年ですよ。今、ちょっと言い間違えたかもしれませんね。で、数十年後の1721年、徐宝庚、中山伝信録の牧野三では、巻三ではですね、これ渡ったのは1719年だったんですかね。で、そこではカランプ。琉球に渡ったのは確か2年前ですかね。で、牧野四ではイランプというふうになっているわけですね。蘭の字が、牧野四の方では伊藤博文の伊に竹縄という文字になってますね。草冠が抜けてるわけです。音訳字ですね。イランプ。これすべて選ぶですよね。で、蘭に、ふってなると、蘭のんという N で終わった場合、次に濁音につながるのを表現してるわけですよ。連載58でも、甲午年間、1372年から約30年弱続く甲午年間の、琉球宰相、アランポ、30年弱じゃないか、30年間かな、ぐらいですね。続く甲午年間の琉球宰相アラン邦は選ぶだっていうのは、もうこれは私のもう出した説としてですね、ずっと何度も取り上げておりますが、
これ非常に重要なわけですよね。琉球宰相って言うんですからね。で、選ぶだと。共通するのはランプラスピーのところでラブに相当してるわけですよね。だから、イランプも、アランポーも、カランプも、全部選ぶなんですよね。で、サイコナは、サイコナに相当するのはどこかなと考えたんですけど、沖縄西北部に瀬底島ってのがあって、これは古くは、海東諸国記という古書にも、四宿っていうふうに出てくるんで、それかなと。でもちょっと違うかなと。それから、サイコナの際が手という字の誤写かもしれませんよね。そうすると、シュコナってことで、スクナ。例えば、沖縄東南部知念のスクナかな。なんてね。スクナウタキなんてのもありますので、そういうふうにまあ、一応解釈したんです。で、次回話しますけど、もっといいのがありました。あ、セコナ、そのまんまセコナっていうのが、与論島にありました。与論島からなら割合近いから、一番可能性高いんじゃないでしょうかね。それは、次回以後話します。で、この豪民実録の1392年の、硫黄取りの、硫黄取った原文は、画集カランプと、なってるわけですね。つまり、選ぶに船をガスとも読めるし、選ぶより船をガスとも読める。漢字ってのは語尾がありませんので、文脈周辺状況で判断するしかないんですよね。なので、選ぶからとも選ぶえとも読めるわけです。でもどっちにしろですね、硫黄を採掘する。選ぶから船を出して、あるいは選ぶに船を出して、要するに選ぶ付近のところで硫黄を採掘する。硫黄を採掘するっていう話題とともに選ぶが出てきている。ということは、まあ、選ぶもですね、選ぶに行くにしろ、選ぶから行くにしろ、どっちにしろですね、琉球人が選ぶに行く、あるいは選ぶから行って硫黄を取る。硫黄取島で硫黄を取る。という言い方をしている以上、もう、これは沖の選ぶは、1392年の段階で、琉球の統治下だったってことがわかるわけですよね。まあ、琉球北山国ですよね。つまり、選ぶ世の主の歴史の、その、由緒書きなんかでは、選ぶ世の主が北山王の息子、松千代が支配した。この時代はすでに1392年に始まっていたということが、まあ、これで、わかるわけですね。公民実録の硫黄の記録からですね。民国などに硫黄を輸出するため、沖永良部は琉球王の下で発言権当然強かったはずですよね。だから、琉球宰相になったわけですよ。アランポーがね、永部さんが。で、この時統治下だっただろうということにまあなるし、それは1556年の、民国定春公一日本一貫とも合致するわけですよね。硫黄取島の本当はカランプ、選ぶだというふうに言ってるわけですよ、定春公も。これ同じことが1392年の記録からも読み取れるわけですよね。まあ、沖の選ぶ側として当たり前のことなわけでしょう。すぐそばの硫黄を、ね、琉球側が取ってるんだから、それはすぐそばの選ぶ、沖の選ぶの人たちが、取る。当たり前じゃないですか。徳之島側だと、薩摩側が取るんだったら徳之島側ってのもわかりますけどね。で、後の時代には、やっぱり薩摩側の権力が強まるわけですよ。江戸時代になると。で、薩摩側の役人が沖永良部の、まあ、どっちかというと北半分の方から勢力を強めていって、与野主時代の琉球側からの人たちってのは、沖永良部の中ではどっちかというと古い家系なんだけど、力が弱まるっていう、そういう大きな、まあ、流れが、まあ、あるわけですね。沖永良部の大和光、選ぶ孫八、ご覧孫八、グラル孫八ですね。これが琉球のアランポを選ぶと名乗って民国に朝貢していても不思議はないわけですよね。さらには北山王子が選ぶ世の主となって、もしかしたら彼自身がママ土を、選ぶ世の主ママ土を自身が民国に行ったかもしれない。民国で琉球宰相を名乗らせろっつって民国にまあ命令するわけですよ。まあ形式上は民国から賜るっていうふうに、まあ民国側では記録するんですけど、実際には琉球の強い武力で
琉球最小の位ぐらい名乗らせろよこせ、民国側からそういう称号を出せっつってですね。まあこれまさしくあれと同じですよ。あのほら、勘合貿易なんかでもですね、勘合府をよこせ、勘合貿易の権利をよこせっつって大内氏と細川氏が争うみたいなと、まあ同じパターンですよね。そういうことからも琉球最小を名乗ったっていうのは、いうふうに民国側で記録されるっていうのは、やっぱり沖永良部の力が強かったんだと考えられますよね。ですからこの時代1392年に選ぶ世の主、そしてグラルマゴハチ、この辺りの権力が非常に強まっていたと考えるのは非常に自然な流れであり、アランポーイコール選ぶ、これは当然考えなきゃいけない。ですから古琉球史の中で異様を持っていた選ぶ沖永良部島の、存在感がものすごく大きくなってくる。そしていろんなものを選ぶというキーワードで読み解くとですね、まあ怪盗乱魔を切るがごとく読み解けるんですよ。ねえ、こういうの歴史の面白さですよね。で、瀬底っていう、瀬底島、沖縄本島西北部の瀬底島の瀬底ってのはですね、この地元では飼育島、四飼育と古いのには出てきますけど、なまって飼育ってのもあるんだというのが、国立国語研究所の沖縄瀬底方言という書物にも出ていると。これ現在インターネット上では、音源も、公開されてるんですけどね。だからサイコナーは沖永良部で、硫黄を取った、あ、沖永良部を経由して、そのあれで硫黄取り島で硫黄を取ったサイコナーさんはこの瀬底島の豪族のことかな、飼育なで、なってのはの飼育の瀬底のぐらいかなと、藤原の寄り道とかね、そういうあれかなというふうに一応解釈して、でももっといい解釈で、与論島に瀬古名っていう地名あったんですよね。与論島のその、あれですよ、自治体の正式文書なんか見たら出てますよ。それは次回かそれ以後に紹介しますけれどもね。これはもう、八重山日報ではそのようにすでにお話ししました。というわけで、本日、前半の話はここまでにいたしましょう。